はいどうも皆さんこんにちは、トリッピーです。今日から集まる動物の森遊んでいきたいと思います。セミキモセミキモすぎじゃない？さすがになんかいろいろと昔に比べてリアルになりすぎている。なあ、俺ね、動物の森シリーズは結構ガチでやっていたこともあって、本当にね、新作楽しみに待っていたわけなんですけれども、あーキャラメルがおる、かわいい。実は俺が一番最初にやった実況をね、動物の森なんだよね。まあそれぐらい好きなわけなんですけれども、あーツバクロ、そしてあれは何だっけ、あれダンバルか、違う、なんだあのゴリラ、結構忘れてることもあるね。だからまあのんびり気ままにね、スローライフを楽しみたいわけなんですが、せっかくなんで、今回の動画は初悩みにしかできないことを、やっていきたいと思います。うわ、なんか写真を見てると胸が締め付けられるわ。まあそれが、島厳選と住民厳選をやりたいと思います。あとね、色厳選もね、俺はねしようと思ってるんで、まあ程よいところで妥協しながらね、いいなって思うのが出るまで頑張ります。ちょっとみんな聞いてくれ、やばいかもしんない、思ったよりもこれ大変だ、地獄を見るかもしんない。これチュートリアルだから飛ばすわ、連打で飛ばしながら今俺が狙ってることについて説明したいんだけど、俺これ実は4回目なんだよね。で、俺絶対にどうしてもやりたいこだわりがあって、それがテントの色なんだよ。チャーターの色が黄色だったら、まあ、テントの色とかも黄色になるから、まあ、俺めちゃくちゃイメージカラー黄色だから、そこだけは本当にね、外せない要素なんだけど、今4回目なんだけどさ、今のところ3回とも全部黄色じゃないんだけどまずい、誕生日8月19日です、バイクの日です、よろしくお願いします。まずいんだよな。でもって、それでいて俺マップとかをさ、24分の1とか1とか2とかのさ、ハートの池があるやつにしたいとかさそういうの思ってたり、住民もちょっとワニが欲しいとかさ、ツバクロが欲しいとか思ってるからさ、ちょっとどっかはマジで妥協しないと死ぬんだよな。早くないこれ、俺のこの動き、4回目のこの動き、かわいい、素晴らしい、あーかわいい、とてもいい感じだと思います。はい、登録してくれ。あ、ハートある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 、来た。え、しかもなんかめっちゃでっかくないこのハート、超かわいいマップなんだけど、左側の高台ちょっと段差があるところにハートの池があんのかこれ、来たいやー、いやめっちゃいいやんこれ、え、めちゃくちゃいいやんこれ、これで行きたいけどな、これで行きたいけど、とりあえず黄色のチャーター便であることをもし願う。これね、明かりです、明かりを持ってくってやったらね、黄色の確率ね、俺の中では気持ち上がった気がする、気がするだけだけど、それか100日後に死ぬワニの今日命日なんで、俺は転生説、あつ森に転生する説を推してるんで、めちゃくちゃ似ている豊作は、リセマルで出る可能性あるんで、そいつが来ても俺やめよう、黄色のテントかワニそれで俺はリセマルをやめます。いや、俺が来てほしい。てかね、ぶっちゃけね、今回まあ住民とかはさ、もちろん始まってからさ、まあどうとでもなるしさ、なんだったらこのハートの池とかもさ、あれなんだよね、あ、オレンジか、オレンジ、あ、でもオレンジまあまあまあいいよ、ハートの池とかも街クリエイターで作れたりしたら俺これやってる意味ないっていう、ね、あ、黄色だ、よし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 、来たー。なんかよくわからん2人おるけど、着いたばかりの頃申し訳ないですが、皆さんにこれから無人島、いや、これでやろう、これで行こう、いや、とりあえず黄色が来たのは大きいよ、俺はこれで行く。チェリーちゃん、なんかあんま可愛くないポンチョ、ポンチョちょっと見えないな、顔が見えない、ポンチョこっち向いて、ポンチョは割と可愛いかもしんない、とりあえず行こう。あ、タヌキちゃんいた、てんめえこの野郎、皆さんちゃんと揃ってますか、念のために点呼しますね、必要ねえだろどう考えても、3人しかいないわ。シェリーの顔がわかんねえ、こいつの顔可愛いのか、お猿さんだね、はい大丈夫ですね、はい、申し込み者3名お連れしました、はいはい、ご苦労様でした、ダモ、あ、そうだわ、タヌキチ、そうやダモダモ言ってたわ、どうもどうも皆さんようこそダモな俺の挨拶みたいだな、どうも皆さんこんにちは、トリピでーす、はい、今日から皆さんここで一緒に無人島生活、そうなんすよ、結構ワクワクしてるよ。パッケージプラン、皆さんが楽しく安全に暮らせるよう僕たちスタッフも住み込みサポート、いいじゃん、それはまあ着替えは大丈夫ということで、これね、うまくよーく耳を澄ませたらね、何言ってるかね、わい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 でも聞き取れるんだよね、わい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 
テント用意。あ、いいね。やっぱ今までと全然違うね。無人島だから。さあ、ここで、何？豆チキ、粒チキ、あ、テント？ごめんごめんごめん。全然話聞いてなかったわ。はい。こちらがトリッピーさんの分のテントになります。いや、やっぱ、粒吉普通に可愛いよな。なんか上からひねり潰したくなる可愛さをしている。それから、あ、地図もくれんの？お前、有能じゃん。テント張り終わったらそちらの地図を頼りに戻ってきてね。オッケー。了解した。さあ、じゃあテント、せっかくなんで張りますか。ここ、あ、待って。その前にさ、その前にあれだ。あの、ハートの湖見たくね。普通に。俺、あそこのハートの湖の前で告白をしたら恋が実るっていう、そういう言い伝えがあることにしようぜ。そんな感じで行きたい。どうで地図見るの？あった。あ、まだ橋かかってないから行けないのか。そういうことか。まだ行けないのか。とりあえずテント張るか。チュートリアルっぽいな。とりあえずさ、集会所の近くに張っときゃいいでしょ、こういうのは。近いのが一番大事。結局そういうことなんですよ。ここにテント張ろうかな。想像してみる。なら想像してみるって。想像する。あ、妄想をしている。妄想している。せっかく、あー、こんな感じになるのね。いいじゃん、完璧。せっかくの想像なんだったら、このテントの中に可愛い女の子がいるみたいな、そんな感じのないっすか。そこまで妄想をしてくれませんか。自分のテントを張った。無人島生活第一歩だ。やったー。しかもポストもある。ポストがあるよ。郵便物は何もないよ。あったらびっくりするよ。さあ。じゃあ、とりあえず、たぬきちちゃん。たぬき、ほら。あ、トリッピーさん。張り終わったよ。他の二人が戻ってきてないから、まだ場所を探してると思う。あ、そういうこと？了解した。他の二人を見てこいっと。誰だったっけ？シェリーとポンチョ？あ、おったおったおった。そう、ポンチョはここにおるんよ。張り終わったよ。おいら自然を感じられるところにテントを張って心と体を鍛えるつもりだ。オッケー？いいと思うよ、これ。オレンジの近くだし。全然悪くない。良さそうだね。お、トリピもそう思うか？うん。お、イメージ？一緒に？いいよ。ここにテントを張ったら？あ、悪くない悪くない悪くない。オレンジ見えてるやん。お隣さんやんけ。俺ちょっとポンチョをこれからめでていこう。へへ、そうだろ。お前にそう言ってもらえてなんか安心したよ。しゃあ。ここにするぞ。もん。オッケー。いや、いいね。まあ、なんだかんだで結局さ、実況の中で、こうやってね、動物たちと仲良くなって思い出を作った方がいいからね。全然知らない動物で逆に良かったわ。さあ、探すか。あ、おった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 。おい、シェリーちゃん。え、シェリーぶっさ。いや、なんかシェリーブザイクじゃない？え、どうなんだこれ。全国のシェリーファンに俺殺されるのか？え、なんか思ってたのと違う。まあ、でもせっかくだから、探してあげるか。あれにしてあげるよ。仲良くしたいから俺んちの隣来いよ。なんかなんだかんだで集まってた方がすごく楽だから。変な遠いところにさ、テント建てられても困るから。お買い物とかあるんじゃない？お使いとかあるんじゃないの？とりあえずシェリーを俺の家の近くに貼ってあげろ。ブサイクだけど。ブサイクだけどな。仕方なしに。あ、でも待って、木があるな。いけるかなこれ。まあいいや。わかった。シェリーブサイクだし、ちょっと離そう。お前、海岸な。凍えて眠れ。シェリーさんのテントここに貼ろうかな。いいと思う。これで行こうぜ。シェリーのテント何色なの？あ、いいじゃん。あ、ほら、海と、水色合ってるよ、これ。なんか海の家的なポジションで。悪くない、悪くない。よっしゃ！シェリーはとりあえず、満潮の時は水浸しです。これで全員のテント張った。いいね。いや、でもこっからもしかしたら変わるかもしれないから。はい。皆さんお帰りだなも。はい。気に入った場所は見つかったかな？まあとりあえず寝泊まりしてみて不便に感じることがあれば、また相談してくれたらいいだなも。さあさあ、それよりこれで無事に寝る場所も確保できたわけだし、今日は親睦会をキャンプファイヤーをやるわけですね。まあ無人島といえばキャンプファイヤーやからな。必要なもの、はい、そういうことですか。そうね、よし。それじゃあ分担はこう。シェリー、ポンチョ、豆チキ、粒チキ。え、俺がそっちがいい。俺もなんで俺ゲスタヌキと二人で一緒なんだよ。食べられそうなもの、オッケー。そうと決まれば早速準備を始める。はい。集めてくるものを相談したいから僕に声をかけてちょうだいね。わかった。これ絶対タヌキじゃ働かないだろ。俺は知ってんだよ。さてと、トリッピさん。
まずは火を起こすときに使う細めの枝を拾ってきてちょうだい。オッケー、もう完全にこれチュートリアルだね。木の枝10本、すごい求めんじゃん。オッケー、オレンジらしき身、オッケー、了解した。これさ、もうオレンジも集めとこうぜ。どうせさ、タヌキジのことだからさ、木の枝拾い集めた後にさ、オレンジも欲しいんだもの、あ、だものじゃねえわだなもーとか言ってくると思うから、もう先に有能な社会人は言われたことだけじゃなくて1のこと聞いたら2で返すから。俺はそういうところあるんで、もう今回はもう全部集めてから話しかけに行きます。ほらタヌキ、木の枝集めてきたぞ。それじゃあ一旦こっちで預かっておく、だなも。うわ、一旦預かるって言いながら絶対これ取る気満々だけどね。無人島移住を希望する人だけあってさすがに仕事が早いだろ。俺のことはゲーム実況家の TOKIO と呼んでくれ俺 TOKIO だからよ、よろしくな。楽器もいけるから。オレンジだった。まあそれは見たらわかるだろう。今度はオレンジを人数分って、そういうことなんすよ。持ってるんだよ、なぜならゲーム実況界の TOKIO だからな大急ぎで始めてくれよ。ゲーム実況界の TOKIO を待たせるんじゃねえよ。 TOKIO の中でロリコンなのは山口さんと俺だけだから。さてさて、これで準備は整ったんだもん。それじゃあキャンプワイヤーに点火します。来た、いいね、なんか青春って感じするよな。このキャンプファイヤー囲んでシャロウィーダンスしたいわ。今でこそさ、猿のことブサイクブサイク言ってるけどさ、そのうち俺はこいつに恋に落ちてしまって、もしかしたらハートの湖のとこで告白するかもしんない、うん、僕のこれまでの経験の集大成として立ち上げた一大の新ビジネス。あ、そうなんだ、ドヤ顔してるわ。当初の計画よりは人数が少ないと。そっか、でもこれぐらいの人数で始めてここから徐々に広げていく方がやりがいがある。というわけで皆さんもこの無人島の一員として。はい、よく考えたらこれだけ住民がいたらもはや無人島とは呼べない。あ、そこに気づいてしまうとは。俺ももっと気づいてるよ。これ島だから動物の森ってより動物の島そうだな、僕たち最初の住民でこの島に名前、あ、やった、ついに来た。やばい、みんな大変なことを言う。俺まだ考えてない島めちゃくちゃ時間あったのにまだ考えてないっていう。めちゃくちゃ悩んだんだけど、これどうすか。みんなチャレンジ島、これはさ、別に俺が他のねチャレンジ島を知っていてパクッととかそういうわけじゃないよ。そういうわけじゃなくて、ただなんかいろんなことに挑戦できるような島にしたいっていう思いからつけた名前なんですよ。なんか前向きな感じするじゃん、チャレンジ島は夢いっぱいみたいな、そんな感じがあるんでね。まあいいんじゃないかなって今思っているわけなんですよ。せっかくさ動物の島だからさ、友達にさ虎とかあとはウサギとか、うん、ウサギとか羊とか欲しいね、ラムとか。まあでもなんか羊は来てもなんかすぐ引っ越しちゃいそうな感じするけどね。はい、どうしよっかな、子供チャレンジ島。いやでもな、悩むなこれ。こうしよう、わかった。なんか俺チャレンジ島でさ、島次郎の完全にパクってやろうって思ってたけど、せっかくだったらトリッピー要素を入れよう。ピヨピヨチャレンジ島、これでいいでしょ。これならパクリじゃないでしょ、完全に。しゃ、こっちの方が夢がいっぱいなんだよ。島の名前としてピヨピヨチャレンジ島を提案しますか。オッケー、いいね、はいはい、そろそろいいだな。もじゃあみんな一斉に名前発表するだもん。オッケー、気合モリモリなんかセンスねこの中からどれにするか、もう完全にピヨ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 アイランド一択でしょ。じゃあ異色のネーミングセンスが光っていたトリッピーさんの提案からいくだな。もオッケー、ピヨピヨチャレンジ。お、みんな拍手だ。これが恐怖政治です。はい、おっと、いきなり全員が拍手とはすごいだな。も全員が賛成ならもうこのピヨピヨチャレンジで決定しちゃっていいだな。もいいじゃん、なんかもちのろんだよ。オッケーです、いいねこれ、やったー、決まった。俺村長な、村長じゃない、村長っていうのかな、なんでいいのかな。今回はね島じゃないんですよ、島です。ピヨピヨチャレンジ島です、よろしくお願いします。じゃあ今日からここはピヨピヨチャレンジ島ってことで。それじゃあトリッピーさん、トリッピーさんはこのピヨピヨチャレンジ島の名付け親ということになるので、お、今後もピヨピヨチャレンジ島の重要な決定をトリッピーさんに相談させてもらおうと思うんだもん。オッケー、言うなればトリッピーさんはピヨピヨチャレンジ島の島民代表。わかったぜ、わかったぜ、
俺が代表になってる。俺昔学級委員長とかやってたから超余裕だよ。一言任せてちょうだい。任せてくれ。あれなんかトリッピーの髪色がなんか金髪じゃなくなってる気がする。さて無事島の名前と島民代表も決まったし、すっかり遅くなっちゃったけど今から乾杯するだな。もはーい、やった、オレンジジュースだ。皆さんグラスは手に持ってるだな。もオッケー、オレンジで作ったフレッシュジュース。ではピヨピヨチャレンジ島と皆さんに幸あれ。乾杯しゃこらー。さあ、あ、かわいい。なんかお前かわいい、リズムに合わせてんじゃん。ちゃんと裏拍子を取ってるんだけど。ポンチョ、あ、ポンチョ意外と可愛いかもな。これからどんな島になっていくかはオイラたち次第なんだよな。仲良くなっていこうぜ。オッケー。こいつはぶっさぶっさ移住者みんなでピヨピヨチャレンジ島のこれからお祝いするなんてなんだか感動的じゃないか。ウキキ。シェリー女の子だね。ブサイクだけど、まあいいや、楽しんでる。とりあえずもうこれで俺はテントに戻ろう。休もう。とりあえず1日目はこれでじゃあ終了だね。これから、これからだ。あ、なんだ、くれるのか。キャンプ用のベッド、ありがとう。これからトリッピーさんの集まれ動物森の生活がスタートします。オッケーオッケー、知ってる知ってる、大丈夫だよ。了解。じゃあ一回とりあえず寝ましょうか。はーい、バイバーイ。おやすみ、みんなおやすみ、みんなおやすみ。さあこの辺に飾る。きたー。あ、結構おしゃれじゃん。このまま少し眠っちゃ眠ろう。1日目終了でございます。おやすみなさい。いやなんかね、動物の森やっぱねめちゃくちゃ面白いわ。なんか久しぶりにこんなにゲームやってワクワクしてるような気がする。まあ今後もね、動物の森は多分ね日刊投稿になると思いますんで、何卒よろしくお願いいたします。ということで今回はこれぐらいで。え、何トタタケだ。え、何トタトタトタタケトタケケだ、トタケケだいやついに一人で暮らす決心をしたんで。そうなんだよ、ついに始まって無人島暮らし。いいもんだよ、ああしろこうしろ指図する人もいねえし。だよな、やっぱり好きな時に好きなようにやったらいいんだもんな。夜更かししてても怒られないしね。一人で自由気ままに暮らすのは素晴らしいよ。俺も一人暮らしやってるからね、わかる。だけどさ、何一人で暮らすとなるとふと寂しくなることもある。常に寂しいよ俺はそんな時すぐそばに仲のいい友達がいてくれると全然違うんだけどね。まあ確かにね、友達の笑顔ってやっぱりいいもんだよ。そうだね、一人で長々と喋っちゃってごめんな。もうそろそろ目を覚ました方がいいよな。あ、そうそう、何この世界では一人で暮らすより大勢で暮らした方がきっと楽しいと思う。たくさんの友達が君の場所に遊びに来てくれるといいね。あ、大丈夫、リスナー呼ぶわ。リスナーと出会い中する現実と同じ時間の流れで君の暮らしを楽しんでくれるな。わかった、了解した。つかお前そのさギターよく弾けてんね、よくコード押さえれてんね。それ多分俺の手よりクリームパンだぞ。